トランスポーターイグニションは2015年制作のフランス中国合作のカーアクション映画ジェイソン・ステイサム主演のトランスポーターシリーズのリブート作品である美女アンナからの依頼を受けたフランクが約束の時間に現れると彼の愛車に3人の女性が乗り込んでくる契約と違うと彼は契約破棄とするが重口を向けられた彼は拉致された上に猛毒による影響で 余命12時間と宣告された父親の姿を見せられる。プロの運び屋としてのルールから外れた仕事を強いられたフランクは逆上するがタイムリミットは刻一刻と迫っていた。フランクは仕方なく彼女たちの言いなりになりアンナの作戦に協力する。作戦を成し遂げた後フランクは父親の猛毒は嘘だったと知らされ彼女たちを後にする。 カッコ内は日本語吹き替え日本公開に合わせて NHN コミコ運営のオンラインコミックサイト兼オンラインコミックアプリであるコミコにて怪盗ロットワイラーとのコラボレーションでコミカライズされ前後編の読み切りとして掲載後大幅加筆及び単行本オーガへの上コミカライズ版のコミックスを来場者プレゼントとして配布されたありがとうございます